〇〇体操はこのプロジェクトにとって大事な企画なので、チーム一丸となって、チーム一丸となって進めています。でもこのままのペースだと丸く収まるどころか、角が立って四角くなって底辺かける高さ割るにどんどん丸じゃなくなっていくし、自分で言っててもゾッとしますね。去年の冬に私が立ち上げた牛の企画が大当たりしてしまって、立場としては江守さんの上司っていうことになっちゃったんですけど、同期であることには変わりないので応援しています。今回の〇〇体操の企画でも江守の力になれればいいなと思っているんです。上司として頑張ります。去年見てた？あんなにさ、パソコンカタ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 、パソコンと友達になってさ、あんなに仕事頑張ってたのにさ、昇進できなかったんですよ、私。ねえ、信じられないでしょ？誰が見てたのって。だからね、改心した。個性派キャラになろうと思って。伊達さんとか見てるとさ、こうなんか明るいキャラってやっぱいいなって思って。私ちょっとそれに憧れててさ、で、なんて言ったらいいんだろうな。真面目キャラって言ったらいいの？酒蔵さんが来てくれたのよ。今年ね。だから、真面目キャラっていうのは、ちょっと酒蔵さんに勤めてもらおうと思って。私は、こういう、明るい感じで、江守を支えていきたいなって思ってる。いや、もちろん、仕事はやりますよ。だってね、こんなに仕事できて明るい人絶対いないでしょ？この会社。ね。私そういうの目指そうと思って、いやいや、仕事はやりますって、で仕事はやるって、だから昇進して、はい、憧れの江守先輩と一緒に〇〇体操のプロジェクトメンバーになれたことすごく光栄です。私ユースレスなことは徹底的にデリートして何事もオプティマイズしていくべきだと思うんですよね。それで言うと、複数のデバイスを使っているイノフェシシーな先輩もいますけど、あの先輩は最近ディレクションをチェンジしたとか。まあそれは置いといて、江守先輩を一番サポートできるのはこの私です。まる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 、太鼓使うか、ありで盛り上がるかもね。いいかもしれません。失礼します。まるまる体操はこのプロジェクトの目玉となる企画です。なのに皆さんに任せてばかりでご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。すいません、失礼します。大丈夫だよ。江守、Don't think women。大熊さん、でも私このプロジェクトのリーダーなのに。江守先輩、自信を持ってください。世界中が江守先輩を見ています。ホルスタイン松坂牛神戸ビーフネギ塩牛タン、牛さんだっていろんな牛さんがいるんです。だからあや、間違いを怖がっちゃダメ。ラララララララックでいきましょう。似合ってるね。かわいいです。まあ模範解答を教えることはできるけど、正直それは絶対じゃないし、ただ私は楽しそうより楽しいがいいかな。三崎先輩、仲間たちの言葉に少しずつ前を向き始める江守。するとそこに定例会議で江守を叱責したあの人物がやってきた。江守。ペイトン先輩、ちょっといい？よし、いい意見もいっぱい出たし、ひとまず続きは明日にしよっか。はい、解散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 。
様。空気を察した美咲は会議を切り上げ立ち上がる。しかし我々は美咲が大熊に送ったあるサインを見逃さなかった。皆さん、 What are you doing? ペイトン先輩と江守先輩が一触即発です。覗き見なんていけません。コンプライアンス的に。これは禁断の世界ですね。なんて調べて。おおこれは禁断の世界。禁断の世界、それは仕方ありませんね。顔を上げて。エモリー、まさかとは思うけど、夢を諦めようとしてるんじゃないの？それは。エモリー、あなた一体私たちの何を見てきたの？え？コンプライアンス、コンプライアンス、うるさい青山も。出世第一で。私にだけ当たりがきついリーユーさんも。丸いものが大好きで、ちょっと変わり者の美咲も。周りのことばっかり見て、自分のことは後回し。ちょっとうさんくさい伊達も。あなたを支えている同期も。あなたの背中を見て追いかけている後輩も。もちろん私も。みんな迷いながら、戸惑いながら、夢を見ているの。迷いながら、戸惑いながら、夢を見てる。この言葉はね、鬼塚社長からもらった言葉なの。ちょうど江守と同じ年の時かな。私も初めてのギャラクシー展の担当で一人で抱え込んでた時に、鬼塚社長がこの言葉をくれたの。この言葉に救われて、いつか大事で可愛い後輩ちゃんにこの言葉を送りたいって思ってた。だからね、江守。いいえ、プロジェクトリーダー、あなたにこの言葉をあげます。やるって決めたんでしょ。コンプリートしてみなさい。はい。ペイトン先輩、いつも厳しくしてごめんね。あ、皆さんなぜここに。鬼塚 CEO？ はい、青山です。お疲れ様です。はい。え？承知しました。はい、引き続き進めてまいりますので。はい、失礼いたします。今鬼塚 CEO から連絡がありまして、丸ごとジャック春の渋谷原宿プロジェクトの開催時期が秋へと変更になりました。ギャラクシー展との2大プロジェクトとして大いに盛り上げるようにとのことです。こんなことあるのか。待って、おいおいおい、開催時期が伸びて江守はいいっていうかもしれないけど、綾がなんて言うかだよな。伊達先輩、その冗談、エア冗談ですよ。ギャラクシー展と同時に開催するってこと？それは面白くなってきましたね。エモリー、私だって負けないわよ。さあみんな、これから決起集会の始まりよ。
それ青山部長の名前でお店予約しておきます。ありがとうございます。お疲れ様です。こんな展開になるかなと思って、いいね。お店はどこにあるの？お店はこのすぐ近くなんですよ。今から行っちゃいましょうよ。行きたいです。あとちょっと一つ言いたかったんですけども、矢部島さん、社員とかって興味ありませんか？もちろん。この話しましょう。もう行くのか。こうして、まるごとジャックは開催時期が秋に変更され、ギャラクシー展との同時開催となった。最後に、プロジェクトリーダーである江守に、1年前と同じ質問をしてみた。そうですね。自分の欠点を見つけては乗り越えての繰り返しかなというふうに思っています。欠点しか目につかないときはすごくへこみますが、でもそれを乗り越えた先にはいつも達成感が待っています。いろいろな経験をして見える世界が広がったり、景色が変わっていくことが今はすごく楽しくて仕方がないです。変わらない情熱を持って、これからも株式会社オニナッツの社員の皆さんと一緒に頑張りたいなというふうに思っています。